みなさんこんここにちは、えー、超人大陸これで4回目のあの YouTube のとこを見るとですねあの西田先生とかですね本当にあに渡辺芳美さんとかですねあと平沼先生とかですねそういう方の間に「魚屋の僕」が入ってるというですねなんか俺がいていいのかなと、えー、思いながらですね、えー、まあ,あの結構ねこのカメラの前で喋ったりするの嫌いじゃないもんでもういい、えー、ちょっと時間ないなとか言いながら 結構喜んでやららててもらっておりますであの今日はですね、あのー、僕が政治のことを語るのは何ですから今日はねちょっと専門のお魚のことについて、えー、ちょっと感じたことを喋らせていただこうかなと思います。で、えー、皆さん魚というと必ず皆さん最初に出てくるのが新鮮なお魚っていうことなんですね。 だから、あじゃあそうかと、でこの間もですねテレビで見たらですね、あのー、どっかあ I という、あのーね、IO って書くスーパーのですねあのバイヤーさんが、えー、魚をこうやって仕入れてるっていう番組やってたんですけれども漁船に乗ったんですよ、偉いですよね漁船に乗るなんてね。で漁船に乗って、でですすねねれたアジのエラを開けて見て見るんです、ね、赤い、これは鮮度がいいって、生きてんだもん、鮮度いいよ、バカでしょ 生きてる奴のエラーをあげて、うーん、綺麗な墓ですね。これは鮮度がいい証拠ですよって一生懸命テレビで説明してるんだ。だって生きてんだもん、鮮度いいでしょっていうの。 でだからねなんか鮮度がね良ければね全てが美味しく鮮度が良ければ、えー、全てがいいというふうになってるなんか風潮があるんですけれども実はねあの肉なんかだとよくあの腐る寸前が美味しいいななんて言うじゃないですかまあ魚の場合は生で食べるもんですからそこまで極端にはいかないんですけれどもやっぱりですねあ,のある程度その熟成期間みたいなものを置く。 ととというこここは、えー、非常にこれ大事なことでありますだけどこれをねまた勘違いしてですね熟成させてまあ1週間、うん、2週間熟成させましたなんていうのをやってあれは腐ってますからねあれも勘違いなんですよだから鮮度っていうのはある程度よくでその鮮度をある程度落としたところで味が出てくるっていうのがお魚でございます。で例えばの話なんですけれどもあのヒラメって魚ありますよね。えヒラメっていうのはよくあのイけスに、えー、生きてます。 ね、いけすに生きてて、まあ、あいつらはあのそこにこうやってぶっと寝て寝て大人なしくしてるんだけれども、まあ、こうやってパーンと閉めますよねで閉めると閉めてお刺身にします閉めてお刺身にしてそれを、まあ、テレビのね、えー、B 級グルメ番組かなんかで「はいヒラメのいけ作りですよどうぞ」ってこうやって出されますそうするとですねあの B 級タレントが食べて「んコリコリしておいしい!」ってこうやって言うわけですよ。ね なんでごおいます、ね、美味しいまずいっていうのは甘いか苦いか酸っぱいかしょっぱいかってい,いわゆるそのゴミっていうのがあるじゃないですかそのゴミを感じててしいっていっう風になるわけですねでヒラメなんていうのも実はその締めてから、えー、そうですねまあ3日から1週間ぐらいものにももちろんよるけれども3日から1週間ぐらいの間に一番いい状態を迎える魚なんですよね。 だからあの要は締め立てでコリコリしてるってどういうことかって言ったら人間でもそうですけれども死ねば死後硬直をするわけで,す、ね、でその死後硬直をしてる間だからどんな魚もそうなんですよ死後硬直しててる間の魚を食えば固くくうまもももなんともない味がなんんとといい味がわけですねだからそれはそこがいわゆるプロの腕の見せ所でねその今の今日おろしたこのヒラメの状態今日締めたヒラメのこの今の身の状態だったらどこまで冷やし込んだらいいんだろう ね、それで紙、えー、はどういうふうにくるんでったらいいんだろうそれで何日ぐらい置いたらいいんだろうそれがねやっぱりプロっていうのはね分かるんですねでいいお寿し屋さんのいい玉さんなんていうのはそういうことはもうすぐ分かりますだからねあのー、面白いですよ市場なんかにいてもですね「ひらめ閉めてくれ」って言われますでひらめをポンと閉めます市場で閉めて要は夜使おうかなと思ってるじゃないですかすと必ず氷に入れんなよって言うんですね 魚を運ぶってたら氷を敷いたりとか氷つけるの当たり前じゃないですかで、そうやって閉めた魚は氷つけないんですね氷をつけると余計固まっちゃったりするだからそれはそのやっぱりプロフェッショナルのやっぱりそのテクニックなわけですねだからね、あの鮮度が良ければ美味しいっていう考えはある程度ちょっと捨てといて方いいで、なんで鮮度がいいのが美味しいか っていう伝説がですね伝説ってまあこれ都市伝説みたいなもんなんだけれどもねっていう風になったかっていうと実は昔高速道路もなかったですトラックも大したトラックなかったですそしてトラック自体も平ボディだったです保冷すらなかったそういう時代に例えばあ天下の築地市場に来る魚っていうのは実は鮮度のいい魚っていうのは少なかったんですね。 ね、だからあのー、サンマをお刺身で食べるようになったのって皆さん何年ぐらいからだか知ってる2000年過ぎてからなんですねそれまでなんで食べなかった,かっ,たかっていうとサンマ自体が鮮度のいいサンマっていうのが東京に来てなかったわけ でそれはいい発泡スチロールができましたそれで、えー、魚体が傷まないような柔らかい氷ってそういうスラリー氷とかあるんですね今。でその氷があってでその氷にかぶせるシートがあってそれでそれを、えー前えー、マイナスじゃなくて、えー、2度か3度の、あのー、保冷の要はトラックで持ってくると。 いい状態で来るようになったんですねだから本当だったら今その鮮度がいいよっていうのは魚屋とか寿司屋ではキャッチコピーにならないはずなんですでだから一回ねちょっと築地に遊びに来ていただくと分かりますけれども分かりやわかんねえかなだから僕らなんか見て思うんだけれども築地市場で今鮮度の悪い魚を探す方が大変なんですみんな鮮度が今良くなって 物流が良くなって、えー、まあコールドチェーンっていうのがあってね要は一定の温度でずっと持ってくるで高速道路があって早く東京まですくるで,ですの、ね、で航空便があったりとかそれでもう本当に今鮮度のいい魚ばっかりが置いてあるわけですねでそこから鮮度がいいっていうのは魚基本であってそこから美味しくするのはそれを1日寝かすか2日寝かすか3日寝かすのかそれともその鮮度のいい間に食べるべきなのか。 でそれは魚によって違うものですからだからさっき言ったけどだからそれイコール鮮度があいいのはそんなにうまくないんだよってこれ全ての魚には当てはまらないからね例えばイカなんていうのは生きてるうちが一番おいしいでかで、おとかあまあかつおなんかも3日ぐらい置いた鰹がちょうどおいしくなるんです。で,ですの、ね、でマグロに至ってはですね実は私マグロの本職なんですけれども。 セリ場に上がったセリ場に来た状態でまあだいたい取れてから二日ぐらいかってるんですねでそっからさらに我々一週間ぐらい置くんです一週間ぐらい下ろして氷詰めにして置いておくんですねそうすると身がしっとりとして、えー、旨味がぐっと上がっているんですね油もパーッと出てくるってこと、ね、だからねあのー、本当にね鮮度が良ければすべて美味しいあのだから鮮度を売りにしてるような寿司屋とかあるんじゃないですかあんなとこは ね、そうじゃなくてやっぱりねあのいいちょっと話変わっちゃうけれどもいい飲食店を選ぶにはまずご自分が、えー、魚を調理したりとか自分で料理を作るってことこれがねものすごく大事なんでそうすると例えば自分が釣りをやって魚を取ってきましたでそれを締めてみました同じようなヒラメなんだけどなんでこんな味が違うんだろうそこがプロフェッショナルの技です、ね、そこはお金を出す価値のあるお店なんですよ。 だからそしたらそういう時にはねいやー私やってもねどうしてもヒラメこんなに美味しくあがんないんだけど板前さんこれどうやってやってんのって言うとやっぱプロはね教えますよそれをね秘密だなんてしないだってね逆に言うと教えたってできがしねえんだねえだからね私もねしめサバとかね あの要は締め物が好きだからね小肌締めたりとかねやるんですよ、ね、でやるんだけれどもするとね寿司屋のいい玉に効くわけじゃあね塩を何分でね酢は何分だよってこういうふうにやってやんなって,って教えてくれるわけですねでその通りちゃんと寸分高わずですねストップウォッチで測ってやるんですねそれでやっても同じ味に出ない、ね、これは何かって言ったらやっぱりプロフェッショナルなんですよ だいたい彼らは2分とか3分っていうのを目安の時間は持ってるけれども魚をおろした時の状態で触ると彼らわかるんです。あの寿司屋なんかでも本当にいい板前っていうのは触った瞬間にこれがうまいかまずいかって分かってますからね。うん だからやっぱりその感覚っていうものを大事にしてそれで美味しいものを作り上げていくっていうのがやっぱり僕はいい,意味い,いお寿司屋さんいい、えー、飲食店だなというふうに思いますだからね、えー、今その鮮度が良ければっていう話をしましたけれどもそういう安易なものを売り物にしてるような魚屋とか、ね、寿司屋なんていうのはこれでございましてやっぱり自分の目で、えー、いい店っていうのを選んで頂ければというふうに思いますそれにはやっぱり自分で、えー、調理をして 自分で美味しいなってやることが大事だと思いますどうもありがとうございました